<Ready? S 2> 雑談ですですす GTO ということで始まりました「ハラセンラジオ」陣内智則の面白い方原田専門家でございますこの番組は日々私が見ちゃったもの聞いちゃったもの食べちゃったもの飲んじゃったものそして言っちゃいけないことなんかを話しております是非チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで早速いきましょうか「GTO リバイバル」 これは、えっと、特番ですけども、ありましたね。何年ぶりですか帰ってきた GTO Great Teacher 鬼塚ね <laughs>。いや、もうオープニング聞くだけで笑ってしまいますが、どんな内容だったのかあらすじ読んでいきたいと思います。鬼塚英吉。 反町隆が赴任するのは私立愛徳学院高校この高校で問題となっているのはフォロワーが200万人近くいる暴露系イインンフルエササーサイノカワラ有名人も一般人も関係なくどんなネタでも選索し拡散して炎上させておりこれまでに愛徳学園の教師や生徒が何人も晒されてきた。 あまりに狙われるため校内にイの原に扮する犯人がいるのではないかという噂もあり生徒たちは日々お互いの顔色をうかがい疑心暗鬼になりながら学校生活を送っているそんな愛徳学園で働くのが事なかれ主義の教頭藤山田剛かっこ小手信也 そして3年1組の担任で生徒にはあまり介入すべきではないというスタンスで教師をしている日本史教師の愛原美宇岡崎鬼塚はそのクラスの副担任を務めることになる3年1組の生徒には2人で暮らす仕事一筋の父市川光一鈴木浩介と関係がうまくいっていない優等生キャラの市川鈴香八木里奈子 仲の良い両親のもと幸せに暮らしていたが父の会社の不正が才の河原に暴かれ倒産してしまった遠藤凛かっこ野球の推薦で入学するも怪我によって野球ができなくなってしまったことで父親から日々罵られているそんな悩みを抱えた令和の高校生を前に鬼塚はどんな熱血授業を繰り広げるのか という話でしたけどまあねあのー、この時代的なもので言うと本当にあの不適切にも程があるのようなあの時代からやあのちょっとあとかあの時代からやってきたような感じなんでまあ半ば強引な話の進め方というかねまあ今更そんな風にはならんだろうみたいな熱血感というか がああまあ今の問題に対してどう対処していくのかみたいなドラマだったんですが僕はもともとこの GTO を見て元々のねやつも漫画も読んでいないので何となくしか分かっていなかったんですがいやしかし面白かったっていう前にまず冒頭ね 塚先生がやってくる一回学校に来たり、えー、するそれから「なんだお前か」っつってなんか Uber をやあの七飯で Uber をやってるんですけどガラケーで Uber はできないだろうとかねそういう細かいところは置いといてまあ学校に一回やってきてそして親友ですか冴島さんの頃に で、ま、指令を受けてというか、ここで、あの、ちょっと調査してくれみたいな感じで副担任にやってくるんですが、ま、もともと問題のあった先生で学校、先生がや,やってられなくて、ま、うばやってたみたいなところから入って、で、ま、あその学校の問題をこう暴いていくんですが、チェーンソー出てきたところとか,かね、あの辺もなんか YouTuber な,なめんなっつってチェーンソーを振り回してた、もう10年ぐらい前のあれ、ニュースですか。 ああいうところをこう拾ってきてたりするのもなかなか面白かったんですけども暴露系ユーチューバーを暴いて暴いていくというかまあこのドラマのよくできたよくできたところというか本当に罪を憎んで人を憎まずだからそのやってることは悪いがそのやってる人は やむに余まれぬ思いがあってというかね、それでそうしちゃっているんだけども、やっていることは悪いことだよという罪を憎んで人を憎まずみたいな、鬼塚先生の、その、それが本当に優しさなのかというとなかなか難しいですよね。うん、だから、犯罪を肯定しているのかみたいな、ああ、お前擁護してんじゃないかみたいな、 うん今だったら言われちゃうようなことでも、いやさ、やっぱり、本当にね、ね罪を憎んで人を憎まずですよ、本当に、えー、っていうことが描かれておったのかなというのと、あとはこの夫婦が、まあ、間に入るソフトバンクの CM もね、なかなか、あの、学生は、こう、なんか、そういう <laughs>。 いかにも CM になったら棒読みになるっていうところとかああいうところも面白かったんですけど何だろうなちょっとちょっと古めがしいというかねうん終始ノスタルジーを感じるようなドラマではありましたが面白かったですね。ん,んでやっぱりあの松島菜々子さんとえこのドラマを機にえご結婚なされてそして今もね、あのー 続いているっていうのは素晴らしいしでその夫婦共演されるっつって一回途中で電話かかってきて出ずで最後の最後に電話かかってきて「何だお前ら」みたいなところでやってねでその数塚先生がやってたことを全部まあ見てたとそのインフルエンサーにさらされてて「あんたがこんなことやってたのね」みたいな。 ただそれ含めてグレートだったっつってやってるっしょあれね、きっとあの <laughs>、二人で家でもやってますよと思ったらもう面白くてしょうがなかったんで、ぜひ皆さんそこだけ確認していただきたい <laughs>。見逃し配信含めてご覧になってください。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。